私の場合はやっぱ年齢のこともあるし、その時に現役で続けてれば東京オリンピックが目標になって、まあ、やれてるかもしれないですけど、私はねリオで経験できるっていうことを信じてるんで、まあ、若い子たちに託したいなと思います。未来は今の積み重ねでできている。アスリートたちはどのように前を見つめ進んでいくのか。大切な人を思うの一番近くで、日本生命の提供でお送りします。アジアナンバーワンガードと称される吉田麻美28歳。今年9月、キャプテンとしてチームを牽引、3大会ぶりに大舞台への切符をつかみ取った。10年かかってやっと手にしたものだったので、素直に嬉しかったっていう思いと、ほっとしてる気持ちと、なんか助けてやって幸せだったなっていうのは感じましたね、はい、幸せだった。その約半年前、大怪我でどん底にいた。救ってくれたのはベンチから見えた光景だった。誰かがシュート入れた時に、毎回自分のことのようにみんなで喜んでハイタッチしてでやってる姿を見た時に、まあ、ファンの方もそうですけど、こんなに自分の周りには応援してくれてる人がたくさんいるんだなっていうのを改めて知れた。そんな人たちのためにできることは一つだった。やっぱり自分はバスケットしかなかったんで、必死でバスケットするっていうのがやっぱり恩返しなのかなって思った時に、まあ、自分の中でも何か変わったのかなと思います。恩を返したい、その強い思いがオリンピック出場を左右する大事な試合のプレーで現れた。全ての責任は自分で背負おうと思ってたんで、まあ、そういう気持ちがあったからこそああいうシュートもう決めきれたと思うんで、逆に誰かが違う子がシュート打って外れてその子が傷つくよりは、自分がシュート打って外して負けたってなる方が全然良かったし、私がバスケットをしてて一番やっぱり大事に思ってるのが、やっぱり誰かのために頑張ること、優勝した瞬間のみんなの笑顔を見られるのがすごく幸せな瞬間なので。みんなの笑顔のために、それが吉田選手の未来の作り方。